それではお待たせいたしました。本日の主催であります全農アーキテクチャ若手の会代表大沢と農科学若手の会代表長野からご挨拶を申し上げます。全農アーキテクチャ若手の会の代表の大沢と申します。皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。まず最初に、全農アーキテクチャ若手の会と農科学若手の会、簡単な説明も、僕らの挨拶の中に含めさせていただけたらなと思います。で、全農アーキテクチャ若手の会は2014年の夏に立ち上がった組織で、大体2年半ぐらい今やっているっていう団体です。で、拠点も関東と関西で始めて、でその後に社会人の支部ができて、最近では九州の支部も立ち上がって徐々に広がっているところです。で、会員も Facebook とかでグループを集めてるんですけど、今日朝見たら1552人とか集まっていて、もう皆さんのお力添えのおかげで、はい、集まってます。で、今日たまたま Facebook の、 通知で来たんですけど、ちょうど1年前の5月20日今日に1000人を達成してたんですよ。で、だから本当に1年後のこの日にこういう会を開けるっていうのは嬉しいなと思うとともに、まあ1年で500人増加、なんかできたら2倍になってたらかっこよかったなと思って、なんか今日1日であと500人ぐらい増えるとちょっと僕の目標達成なので、皆さんなんか登録してない方とかいたらぜひぜひ入っていただけたら嬉しいなと思います。活動は結構僕らのモチベーションとしては、知能ってものをうまくいろんな意味で扱えたらいいなと思ってやってます。だから人工知能っていう言葉が流行ってますけど、本当の意味で人間っていうものに近づいていくためには、例えば神経科学っていう中から人間を調べようっていうアプローチがあるし、認知科学だったら外から人間を観察して理解しようっていう学問でもあります。そう考えると人工知能っていうのは作ってみて理解しようっていうアプローチだなっていうふうにも捉えることができます。たまたま今回はその3つ挙げてますけれども、本当に人の知能に迫ろうって思った時に関係ない学問って僕らはないと思ってます。なので、だから皆さんがいろんなバックグラウンドを持った状態でこの団体に関わってくださったら、それはどん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 広がりが出るし、もっともっと面白い話にも、面白い会にも、面白いイベントになるかもしれないなと思ってます。この会は本当に僕が一番やりたかったイベントなんですよ。どれくらいやりたかったかっていうと、もうなんかこのイベントをやるためにもうこの全農アーキテクチャ若手の会を立ち上げたって言っても過言じゃないぐらい、思い入れがあるっていう会はずっとやりたかったなって思ってるイベントです。で、関係ないかな、さっきふと思って、ちょっとこの前テレビ見てて、なんか林先生のなんちゃらみたいな番組でなんかロバの話をしてたんですけど、なんか結構有名な話で、なんかロバを売りに行く親子がいて、で市場に行く途中になんか2人とも歩いてロバを連れていたら、ある人に出会って、ロバを連れてるんだったら乗ればいいじゃないって言われて、で子供を乗せて歩くと、今度は親を歩かせてひどい子供だって言われるから、じゃあ親が乗って子供が歩くと、子供を歩かせるなんてひどいって、で2人で乗ったらロバがかわいそうだ。結構それってなんかどういう示唆かって言ったら、まあ皆さん分かると思うんですけど、みんなによしって思われるってことってすごい難しいんですよ。で、まさにそれがこの知能ってものを扱おうとした時にすごい露骨になってるなっていう思いがあって、でこれ僕実際に実体験なんですけど、ある例えば認知科学とかそういう分野の先生とお話しした時に、なんで工学なんてやってんの、工学なんて遊びじゃんみたいな、なんか面白いもの作って、でなんか適当に評価も適当にして、で適当に論文出して、そんなのサイエンスじゃないみたいな言ってる先生が、もう飲み会の席ですよ、飲み会の席ですけど、そういうことを言って、ああなるほどな、正しいかもなと思った。でもしばらくしてなんか工学っていう分野の先生とお話ししてる時に、なんやかんやサイエンスうるさいやつらは結局なんか評価実験の方法だけにこだわって、もうなんか現象の面白さとか作ったものの素晴らしさから 目が向いてないんだみたいな、そういうこと言ってて、ああなるほど正しいなって思ったけど、それ同じことを
違う角度から言ってるだけのような、でもそうじゃないような。でやっぱり学問ってどんどん広がっていくから、自分たちが守れる領域っていうのは限られてる。で限られてるっていう中で、結局そのいろんな角度から見て素晴らしいものを作るっていうのは本当に難しいんだけどそれをやりたいんですよ、僕は。でそれがやれる会だと、僕はこの全能アーキテクチャ若手の会だったり、つながってくれる脳科学若手の会だったり、そしてそれ の一番代表的なイベントがこの今日になったらいいなという気持ちで今日迎えました。というわけで、一日皆さんと楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。